アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。契約体重です。アンダー 58.5kg 契約ワンマッチ。赤コーナー、日本 K-1 ジム相模大のクレスト、第2代 K-1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者、魂の破壊王浦部博隆選手登場。昨年11月、 K-1 横浜釣りジャオスアヤイ戦以来の登場となります。元王者1年ぶりの復活です。その対戦相手です。青コーナー、日本パージ東京、生まれ故郷の K-1 へ帰ってきました、西賀喜左衛門選手登場。現体制の K-1 初参戦となります。もう一花、格闘技人生の最終章はここ K-1 で。ではツーショットでの撮影もお願いします。ではムービーカメラ、一番後ろのムービーカメラご覧ください。ありがとうございました。ご着席ください。この戦いは 58.5kg 契約で行われます。では中村プロデューサー、見どころを教えてください。浦部博隆選手、昨年11月以来の、K-1 参戦となります。昨年11月あの K-1 のフェザー級王座決定トーナメントで、準決勝まで勝ち進んでですね、ジャオスワヤイ選手とダウンを奪い合う、本当に激しい試合を見せました。あの延長までもつれる試合で、惜しくも敗れてしまったんですけども、あの本当に改めて博隆選手の強さや存在感を見せつけた試合だったと思っております。またあれから時間が経ってですね、再びこの K-1 のベルトを目指して今回再始動の一戦となります。また博隆選手もですね、お父さん、父親になって最初の試合になると思うので、そういった意味でもいろんな思いが博隆選手の中にはあるんじゃないかなと思っております。対戦相手の西賀選手、今年8月ですね、 K-1 への復帰参戦を発表して、年内で試合を組む方向でいろいろと調整していたんですけども、今回この両国大会への出場が決まって K-1 復帰というか、そういった形になります。2人ですね、31歳、本当にこう同じ時代にプロ格闘家として戦ってきた選手で、そして今またこうして K-1 のベルトを目指しているところで、本当にですね、いろんな若い選手だったりキャリアある選手がいる中で、本当にこの2人にしかない色というか雰囲気がある試合を見せてくれるんじゃないかなと思っております。では K-1 での戦いに向け意気込みを、では西賀喜左衛門選手教えてください。こんにちは、西賀喜左衛門です。年内試合できて良かったなっていう自分の中でもあるんですけど、相手ヒロでなんかもう昔から知ってる子、ファイターやし、僕もヒロのこと大好きやし、ファイターとしてもすごい尊敬してるんで、今のやっぱりずっと K-1 でトップで、いて、実際チャンピオンにもなってるヒロとこうやって試合ができるっていうのは、自分の実力が今どこにあるかっていうのはしっかり測れると思いますし、もちろん僕もずっとこう、長い間格闘技やってきたんで、しっかり何て言っていいですかね、自分のパフォーマンスを出して挑んでいこうと思います。ありがとうございます。では浦部博隆選手お願いします。はい、そうですね、去年11月に試合して結構経っちゃったんですけど、前回の試合終わった後、もうやめてもいいかなと思ってたんで、でやりたくなればまたやればいいし、どうしようかなっていう期間をしばらく生きていて、でまた戦いたいなと思ってまたリングに上がることを決めました。はい。再びリングに上がる気持ちになった何かきっかけがあったんでしょうか。
や、それはやっぱり僕は根っからのファイターなんだなって思うことはやっぱこう普段の生活で多々あって、まあ、純粋に戦いたいなっていう気持ちになりました、はい、ありがとうございます。では質疑応答に移ります。ご質問のある方挙手をお願いします。マイクをお持ちします。まず互い の, あのファイターファイターじゃなくてもいいかな、あのもうこれからあの付き合いが長いと思うんですけど、改めて印象を聞かせてください。では西賀選手からお願いします。そうですね、ヒロの印象、かっこよくていいやつっていう印象ですかね、はい、ファイターとしてはどうですか。ファイターとして、何でもできますよね。やっぱこう蹴ってよし殴ってよし、こう遠い距離でもいけるし近い距離でもいけるし、なんかこうトータルファイター的な感じで、はい。じゃあ浦部選手の、あの西賀選手の印象をお願いします。浦部選手に、はい、そうですね、結構昔からもうデビュー当時から知ってるんですけど、なんかそうですね、空手ベースのファイターですね、はい、はい、あとまあそうですね、まあ、しばらく会ってない期間もあったんで、まあ ね、その間そんな喋ることもなかったんですけど、またこうしてね、リングで戦えることを楽しみに僕はしてます、はい、浦部選手にお伺いしたいんですけれども、西賀選手が K1 から離れていた間の、まあ、いわゆる例えば総合をやっていた試合とか、はい、そういうものは見てたりしますか。いえ見てないです。1試合だけキックルールで1試合見てますね。ではほとんどあの昔の K1 の時から今までこう期間がすっぽり空いてるようなイメージになりますか。そうですね、基本的に自分が出る時以外の大会は僕も見ないですし、試合とかはそれはまあ木前門君だからってわけじゃなくて、誰の試合もあんま普段から見ないですね、はい、よろしいでしょうか。続いてご質問いかがでしょうか。西賀選手にお聞きしたいんですけども、まあ、あの K1 復帰1戦目でその元王者で浦部選手とのなかなかきつい歯応えのある相手だと思うんですけど、実際聞いた時どう思いましたでしょうか。いやー、まあ、僕知ってること試合するの嫌なんで好きやし、でもやっぱこうヒロはチャンピオンにもなってるし、逆にこう、まあ、自分の今の実力をこう試せる場としては本当にいい相手というか、まあ、ヒロに試合して勝ったらもうすぐ極端やし、タイトルマッチだっていけるわけやし、自分の中では本当になんていうのかな、うん、久しぶりのキックの試合ですけど、モチベーション高く練習できてますね。そこは本当ヒロのおかげで、はい。特にこう強化した部分ってありますか、復帰に向けて。強化、やっぱり立ち技離れてたんで、まあ、今しっかりこう立ち技の練習をしてて、やっぱこう昔の、まあ、自分の中でこう動き良かった時の自分と、まあ、今の自分をこう見比べてて、まあ、もっともっとこう昔みたいにこうフィジカルもそうですし、良かった時に今戻していっている状態やし、戻すだけじゃなくて、まあ、テクニックとかスタイルの部分では今の K1 ルールにしっかりこう、まあ、合ったスタイルに今変えていってますね、はい。浦部選手お聞きしたいんですけども、その、はい、まあ、その昔からの知り合いとはいえ、その K1 からずっと離れてた選手、はい、で浦部選手はもうずっと K1 で戦ってきた選手ということで、はい、その差を見せたいという気持ちありますか。その差を見せたいというか、チャンピオンにいいアピールをしたいですね、はい。やっぱ見てるのはそこなんで、チャンピオンにいいアピールをしたいですね、本当にそれだけです。
それはもうベルトオーバーとか諦めてないっていうことなんですね。はい、そうですね。そのために、それを証明できる試合をしたいですね。挑戦権にふさわしい試合をしたいです。はい、ありがとうございます。続いてご質問いかがでしょうか。すみません、お二人にお聞きしたいんですけれども、浦部選手はお子さんが生まれて初めての試合で、西賀選手はお子さんの前で戦う初めての K-1 の試合だと思うんですけれども、それぞれお子さんたちにどんな、姿を見せたいとお考えでしょうか。では浦部選手から聞かせてください。はい、そうですね、子供が生まれて初めての試合で、多分みんな、まあ、子供のためにとか、ね、そういうふうに思ってくれると思うんですけど、まあ、僕は、ね、デビューしてからずっと一試合一試合必死だし、まあ、勝って結果的に、子供を、ね、抱っこできたらいいなと思いますけど、まあ、そこはあんまり関係ないかなっていう気持ちですね。はい、ありがとうございます。では西賀選手。そうですね、僕はやっぱもうパパも長いし、まあ、でも僕はあんまりこう自分の娘にこう、まあ、自分の子供たちにそのあんまり自分の試合をこう見せないというか、こう、こう戦っている姿はあんまりこう見せないんですけど、まあ、見てもうち娘、一番下の娘がこうなんかパパのパンチキックみたいなみたいな最近言ってくるんで、しっかり娘が見てもいけるような、ね、あ、パパはかっこいいなって思ってもらえるようにしっかり勝てる、準備をしておきたいっていうのと、まあ、次の試合も見せるかどうかまだ悩んでますけど、まあ、僕は逆にやっぱり今、まあ、ヒロとはまあ逆で、僕は本当娘のために、やっぱり自分が育っ、まあ、僕の場合は今シングルなんで、やっぱり僕がずっとやってきたのは格闘技なんで、格闘技でもやっぱりこうしっかり、ね、子育てもできていい親父っていうのをこう見せたいというか、まあ、娘にもそうやし、娘の前にも、ああ、なんか喜左衛門ってかっこいいお父さんやなっていうふうに思われるように、まあ、毎日生活してますね。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。続いてご質問いかがでしょうか。よろしいですか。では質疑応答の時間以上とさせていただきます。壇上のお二人どうぞご講談ください。ありがとうございます。